水分とかツヤ肌、香り、持続力の点で文句なしの絶対持っていて損はないフィクサーかなと思いました。こんにちは、かよです。今日はいつもと背景を変えて撮っていきたいと思います。今日は目代わりの購入品やオリーブヤングセールで購入したアイテムが続々と届いてきましたので、購入品紹介をしていきたいと思います。目代わりで買ったアイテムは日本の実家に届きまして、そこからまた発送となりますので、ちょっと時間がかかっているんですけれども、今回目代わりで購入したアイテムは、ストックだったり、コラボセットを中心に購入しましたので、今回は新しく購入したアイテムを中心に、大量レビューとなりますので、サクサクと紹介していきたいと思います。では早速始めていきます。まずはスキンケアから紹介していきたいと思います。最初はこちら、ポリデンダイブイン低分子ヒアルロン酸モデリングパックです。最近やっぱり夏だからか、モデリングパックが結構新しいもの出てきているんですけれども、先日メディヒールのモデリングパック試してみてすごく良かったので、また新作のポリデンのモデリングパックも購入してみました。ポリデンといったら低分子ヒアルロン酸配合のさっぱりと水分チャージをしてくれるようなテクスチャーのアンプルが有名なんですけれども、こちら熱感をクーリングさせながら、このパックに特徴があるみたいで、硬くパリパリとならずにですね、プルンプルンとした仕上がりで、しっとりと使えるようなモデリングパックになっているそうです。で、こちら2種類展開がありまして、青は水分のクーリングケア、あともう一個緑のですね、シカラインがあるんですけども、緑の方は鎮静クーリングケアとなっているそうです。こちらまた改めて使いながら紹介していきたいと思います。じゃあどんどん行きます。続いてこちら、スキンフードポテトパッドです。スキンフードといったら、人参パッドが国民パッドとなっているかなと思うんですけれども、カヨンの皆様からですね、ポテトのパッドもすごく良かったよというコメントいただきましたので、今回セールで購入してみました。で、これは乾温度という地域のジャガイモエキスと、あとは純度 95% のマデカソサイドが配合されていますので、お肌の色素沈着ケアとか、鎮静ケアに効果があるようなパッドになっているそうです。ここでですね、ちょっと開けてみたいと思います。こんな感じでですね、結構厚みがあるタイプで、ビヨーンと伸びもいいですね。編み編み感もあるんですけれども、エッセンスがかなりしっとりと含まれていまして、ピタッと密着感もいいです。厚み感あるんですけども、しっかりとくっついてくれるようなパッドになっています。香りはですね、一瞬ちょっと泥っぽい香りがするかなと思ったんですけども、自然なさっぱりとした爽やかな香りかなと思います。じゃあ、どんどん行きます。続いてこちら、ピーカムバリアサイクルトナーです。ピーカム最近ぐんぐんと知名度を上げているブランドかなと思うんですけれども、オリーブヤングのですね、鎮静系のブースのところでも大々的に並んでいるような韓国でも話題の商品です。で、ピーカムの一番の代表商品はこちらのトナーとなっておりまして、ラクトピーというラクトバチルス発酵物が配合されておりますので、肌荒れやニキビ、敏感肌や皮脂が気になる方がさっぱりと使えるようなトナーになっています。試してみますと、こういう感じのサラサラの水分タイプです。一瞬とろみ感あるんですけども、馴染ませるとスーッとすぐにさっぱりとベタついたりするような仕上がりでもないです。実はですね、先日皮膚科でもらった塗り薬がですね、かなり強かったようで、もう一晩でですね、ほんと猿のお尻のように真っ赤っかになっちゃったことがあったんですけども、その時にですね、集中鎮静しようと思って、こちらのピーカムのトナーを使っていました。全然刺激感になることもなく、赤みがですね、若干和らいできた感じがありますので、しばらくこちら続けていきたいなと思っています。続いてこちら、テラロジックヒアルシカトータルモイスチャー 10D です。テラロジックは以前の動画でも紹介したことがあるんですけれども、韓国の美容クリニックで有名なドクターズ皮膚科というチェーン店があるんですけれども、そちらのドクターズ皮膚科はチェーン店ではあるんですけれども、皮膚科専門医が直接診察をして施術をしてくれるというコンセプトになっている美容クリニックです。私もですね、今住んでいる家の一番近くにある美容皮膚科がドクターズ皮膚科になりますので、美容皮膚科だけではなくても、私足の裏にですね、イボがあって、もう3年目治療しているんですけども、2週間に1回冷凍治療をしているんですけども、そういうですね、普通の一般診療も見てくださるような、皮膚科の専門医がいらっしゃるような、信頼の皮膚科になっています。そんなドクターズ皮膚科が開発したのが、こちらのテラロジックというラインなんですけれども、テラロジックもですね、レチノールのラインとか、こちらの水分ラインとか、何種類かラインが出ているんですけども、こちら10種類のヒアルロン酸が配合されていて、内側から外側まで、しっかりと水分をチャージしてくれるような大容量のトナーになっています。で、あとはアデノシンも配合されていますので、お肌の弾力ケアができたり、あとはシカコンプレックスとか、デックスパンテノールという独自成分も含まれておりますので、皮膚科治療後の鎮静ケアとかバリアケアも同時にできるような水分トナーとなっています。こちらもちょっと手元で見てみたいと思います。あ、これもかなりシャバシャバのお水系ですね。さっきよりも伸ばす時に少しとろみ感があって、ヒアルロン酸トナーになりますので、まあ、若干はとろみ感じたんですけれども、スーッと素早く馴染みました。香りが若干お花っぽい香りが
があるんですけど、強くないので香りがあるのが苦手な方でもそこまで負担にならない強さかなと思いました。実は7月にですね、審査にあるドクターズ皮膚科に予約をしておりまして、普段美容クリニックとか定期的に通ってないんですけれども、なんと今回ですねご招待をいただきまして、お肌のたるみとかですね、エイジングケアとか気になりますので相談してみて挑戦したいなと考えています。また詳しいレポなどにつきましてはインスタの方で開けていきたいなと思っておりますので、その後のレポも楽しみにしていただけると嬉しいです。続いてこちら、ミシャタイムレボリューションレチノール500ショットクリームとレチノール4000ショットクリームです。ミシャといったら紫のタイムレボリューションのナイトリペアとかですね、もう本当に代表的なエイジングケアラインになるんですけれども、なんとそのタイムレボリューションとレチノールが一緒になった新しいクリームが発売されました。タイムレボリューションといったらビフィダ発酵溶解物とか、あとは10種の発酵成分のナイトリペア成分が革新成分になっているんですけども、その革新成分に純粋レチノールやレチノールのブースティング成分などが加わって、より効果的にエイジングケアができるようなクリームになっています。口法もですねダブルカプセル口法になっておりますので、お肌に刺激が少ないように工夫されているのが特徴です。でデイリー使いが500ショットで、4000ショットの方は空気が入らないように特殊のエアレスチューブになっており、集中ケアとして使っていただくタイプになっています。ちょっとこれもクリーム見てみましょうか。結構ザ・クリームっていう感じですね。白いです。こっくりとしたクリームになってまして、油分感とかはそんなにないんですけれども、しっかりと保湿膜っていう感じの使用感ですね。ああ香りはですね、これハーブ系のアロマ系の香りがありますね。香りは個人的には結構好きな香りです。じゃあこの4000ショットの方もテクスチャー見たいと思います。なんか出ないなと思ったら黄色を取って、その後ガリ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 っと回して初めて出るようになってますね。さっきの500ショットよりも若干黄色くなっていて、水分ジェルみたいな感じのタイプですね。スルーっと馴染みました。同じような香りですね、ちょっとハーブっぽい香りになってます。これは部分的に集中ケアしたい部分に使っていきたいなと思います。では続いてコスメです。品数が多いのでどんどんいきますね。まずはこちら、アロマティカバイタライジングローズマリーモイストバリアサンクリームです。こちらアロマティカから新しく2024年の新作の日焼け止めが出ました。以前ですね、旅のホカンス Vlog でお顔に塗るのを実際に紹介させていただいたんですけれども、こちらローズマリー成分入りのノンケミタイプの日焼け止めになっています。でアロマティカならではの環境に優しいという点と、あとは紫外線カットも最大指数、カラミン成分が配合されていますので、ダメージを受けたお肌もしっかりと鎮静してくれるような配合になっています。チューブの先端が細いタイプになっていますね。こういう感じの結構こっくりしたタイプになります。保湿感がかなりありまして、ほんともっちりって感じですね。でメイク前の下地として使ってあげてもですね、水分感たっぷり入ってますので、インナードライの対策にもなると思いますし、あとはメイクの密着力が 17.6 倍高まるという結果が出ているそうです。香りもですね、本当にいいローズマリーの香りがありまして、もうしっとり感とか潤い感、あとはツヤ感とかも自然に出るような感じになりますので、ローズマリーがお好きな方や乾燥肌の方、あとはしっとりした使用感のノンケミの日焼け止め探していたという方にぴったりかなと思います。続いてこちら、アヌアマットバットグローカバーベージュです。こちらアヌアから出た新作のベージュ系の日焼け止めになっています。私今回韓国で買ったんですけれども、Q10 の公式見てみたら同じ新発売でもですね、日本用のパッケージが違いましたので、中身も全く同じかというのはまだちょっと調べてないんですけれども、今回私は韓国版を購入してみました。全然下調べせずにですね、ささっと新商品だと思って買っちゃったんですけども、マットバットグローってなんだろうと思ったらですね、マットのいいところとグローのいいところを取った新感覚の日焼け止めになっているそうです。姿勢肌さんが使うとさらっとシルキーな仕上がりになって、乾燥肌さんが使うとしっとりしたツヤっとしたお肌になるということだったんですけども、本当かなと思って使ってみたいなと思います。でこれはアクアセラミドが入っていまして、お肌トーンも関係なく一色展開になっていますので、明るい肌の方から暗めのお肌の方までですね、使えるようなタイプになっています。手元でちょっと試してみますね。結構こっくりしてます。しっかりベージュって感じですね。ベージュの日焼け止めでも結構みずみずしい感じもあるんですけども、これはしっかりファンデーション代わりになるぐらいカバー力のあるようなベージュの日焼け止めになっていると思います。結構日焼け止めの中ではかなりカバー力は高い方なんじゃないかと思いました。確かにマットと言われたらサラッとしてますし、角度によってはツヤツヤ感もあるような感じもしますので、カバー力とかですね、ツヤ感、ギトギト感、持続力とかも見ていきたいなと思っています。続いてこちら、バニラコプライムプライマークラシックです。もう夏と言ったらプライマーが絶対欠かせないかなと思うんですけれども、プライマーといえばバニラコというぐらい、バニラコの代表商品のプライマーとなっています。サンリオが本当大ファンでして、昔からキティちゃん大好きなんですけれども、限定でキティちゃんパッケージが出てましたので、迷わずこちらを購入しました。こちらは皮脂
足をコントロールしてくれて、デコボコとした毛穴もですね、滑らかに整えてあげるようなベースとして使ってあげるようなアイテムになっています。で、使い方はですね、スキンケア、プライマー、日焼け止め、ファンデの順に使っていただくようになるそうです。ちょっとこれも手元で試してみますね。半透明のジェルタイプになっています。こういう感じでスルーっと伸ばしていって、すぐにピターっと密着しますね。ちょっと膜感あるんですけれども、ふわってなるような感じのサラサラ肌に一瞬でなりました。これは夏のベースメイクの前に使っていきたいアイテムかなと思います。続いてこちら、朝鮮美女米さんクリームです。こちら調べてみると、累計販売数1000万個突破とかなり人気の日焼け止めだそうなんですけれども、紫外線吸収剤タイプの日焼け止めになっています。で、米エキスが 30% とプロバイオティクス配合で、しっとりとしたツヤ仕上がりのようなスキンケアを塗っているような日焼け止めと書いてありました。ちょっと試してみたいと思います。ほんとトロトロトロっとした、お、スーッとすぐ馴染みます。めちゃめちゃスルスル馴染みますね。香りも全然ないですね。サラーっとしてるんですけども結構もっちりしてますね。これは乾燥肌さんの日焼け止めのキシキシ感やだという方は使いやすいのではないかなと思いました。続いてこちら、バイオヒールボプロバイダームコラーゲンエッセンスサンクリームです。こちらバイオヒールボから新しく出たサンクリームになってまして、もう一種類ですね、薄紫でトーンアップクリームも出ていました。こちら 78% スキンケア成分と半コーティングの水分膜が UV カットの密着力を高めてくれるそうです。ハリとかバリア強化のプロバイオダームと保湿、ハリ、リペアケアなどのコラーゲンディフェンスというこちらの独自の特許成分が配合されていますので、紫外線カットをしっかりとしながらお肌内側から健康な状態に導いてくれるような日焼け止めです。こちらも手元で見てみたいと思います。結構これもインスタとかでですね話題になっていたので気になっていたものです。細いタイプのチューブになっています。お、かなりみずみずしいですね。これこうとサラーっと垂れてくるような本当に乳液みたいなタイプです。これもめちゃめちゃサラサラしてますね。さっきのあの朝鮮ビジョンと同じぐらいかそれ以上に本当にスキンケアって感じです。香りも全然ないですね。いや、これはかなり使いやすそうですね。これはお顔とか首元とかデコルテ部分とかもスキンケア成分を取り入れながらしっかりと紫外線ケアしていくというところで、これはかなり使いやすいのではないかなと思いました。続いてこちら、ヘラグローラスティングファンデーション 21N のバニラです。韓国のデパコス久しぶりに購入したんですけれども、実は先日ですねライブの前にヘアメイクを受けてきまして、そちらのヘアメイクでベースメイクを塗っていただいたのがこちらのファンデーションだったんですね。そのヘアメイクの時はですね17号と21号を混ぜてですね少し明るめのお肌で、その後照明とかカメラにですねこう映りが良くなるように明るいお肌に仕上げてくださったんですけれども、普段使いということで今回は21号を購入してみました。今日初めて使ってみたんですけど、めちゃめちゃ綺麗に仕上がります。びっくりしました。もうさすがデパコスのヘラだなというぐらいにベースメイクのマッチップと言われているんですけれども、めちゃめちゃ綺麗です。自然なツヤ感でギラギラしてなくてですね、もう毛穴もどこ行ったっていうぐらいに綺麗にカバーしてくれました。ヘラといったらあの黒いセミマットのタイプのクッションファンデが本当に代表アイテムかと思うんですけれども、こちらはグロータイプになっておりまして、水分感とかツヤ感を演出してくれるようなグロータイプのリキッドファンデです。本当もともとお肌が綺麗な人のようにですねツヤっと自然な美肌に仕上げてくれるようなファンデーションかなと思いました。発色展開となっていますので、お肌タイプに合わせてですね細かく選べるのもすごくいいなと思います。これはちょっとお高かったんですけれども、本当に買ってよかったファンデーションでした。続いてこちら、ダルバオールデイセラムメイクアップフィクサーです。こちらもですね先日ライブの前のヘアメイク受けた際に、どんなお肌に仕上げたいとお伺いしていただいた時に、ツヤ肌でとにかくお肌が綺麗に、そして夜までしっかりと持続するようにしてくださいみたいな感じでオーダーしたんですけれども、先ほどのヘラでしっかりとツヤ肌仕上げていただいて、ダルバのフィクサーを使っていてですね、夜まで本当に崩れずにそのままのお顔が続きましたので、終わった後すぐに購入しました。ダルバといったら独自の革新成分であるホワイトトリュフが配合されていまして、乾燥やキメケア、シワケアなども同時にしながら水分感とツヤ感をしっかりとキープしてくれるようなフィクサーになっています。お顔で試してみたいと思いますね。こんな感じのですねプッシュタイプになっておりまして、全然霧が細かいので全然こう水っぽさがあんまりなくですね、ふわーっと
こうミストをかぶってるような感じで使えるのがいいです。で、お花の香りが一瞬するんですけども、全然香り強くないので、今までフィクサーって結構香り強いのが多いなという印象だったんですけども、水分とかツヤ肌、香り、持続力の点で文句なしの絶対持っていて損はないフィクサーかなと思いました。本当に買ってよかったアイテムです。続いてこちら、フィー 3D リップグロスの 30% です。フィーから新しくグロスが出たんですけども、こちらすごく面白くてですね、こう透明度が 30% と 70% で選べるようになっているんです。今回私は5番の色を買ったんですけども、店頭で試した時にですね、 70% のちょっと色味が濃い方の方が可愛いなと思ったんですけども、残念ながら売り切れてましたので、今回 30% を買ってみました。で、 30% も 70% もですね、塗り心地は本当に軽い塗り心地で、透明感のあふれるチュルンとした仕上がりになるようなグロスです。ちょっとこれ手元で試してみますね。こういう感じですね。かなり薄めになりますので、リップの上から重ね塗りみたいな感じで使っていただいてもいいですし、数回重ねるとですね、色がちょっと深くなってきますので、重ねて塗ってもいいかなと思います。 70% はこの色がちょっと強くなったみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛かったので、また今度見つけたら 70% も買ってこようと思います。これは計6色展開となっておりまして、 30% の方はこんな感じで透明感という感じ、 70% の方は飴玉とかシロップみたいな感じでですね、こうチュルンとした仕上がりになるようなタイプです。続いてこちら、ピアマルチアイライナーです。こちらもですね、ヘアメイクさんがメイクしてくださった時にですね、ピアのものかはわからないんですけれども、アイメイクをしている時にですね、まず一番下にですね、涙袋でライナーをこうしっかりとベージュ系の色味を乗せておりましたので、涙袋のアイライナー買おうと思ってですね、すぐに終わった後買いに行ったアイテムです。でもピアのこちらのマルチアイライナーはですね、もう韓国コスメ好きの会員の皆様だったら使ったことある方も多いかなと思うんですけれども、本当に種類がたくさん出ておりまして、こういうベージュ系のですね、こうベースを塗るようなカラーとか、あとは陰影を塗ってあげるようなカラー、あとはアイライナーとして使えるようなカラーやパール系のものなど、いろんな種類が出ています。で、アイライナーとしてはもちろんのこと、涙袋、アイシャドウ、コンシーラー、リップペンシルとしても使える、本当に万能な、持っていて損はない国民アイライナーペンシルです。今日も見えづらいかもしれないんですけど、まず一番下にですね、こちら涙袋の部分にベースとして塗った後、その後アイシャドウを塗りました。やっぱりベースとしてこちらのベージュタイプで色味をのせておきましたので、その後のアイシャドウの色ののりが良かったなという印象がありました。これはですね、11番のリネンベージュというのを買いました。ブルベさん向きのパールアイボリーカラーとなっています。続いてこちら、ホリカホリカラッシュコレクティングマスカラ01番です。で、ホリカホリカのマスカラ、今更なんですけども初めて購入してみました。もうこれは有名なので、皆様も使ったことある方も多いかなと思うんですけれども、3種類展開になっておりまして、こちらの1番はカール、2番はボリューム、3番はロングとですね、なりたいまつげによって選べるような感じです。私はこちらカールを買ったんですけど、ボリュームも本当にしっかりと出ました。今日使ってみたんですけど、どうでしょうか。長さも出ますし、ボリュームも出ますし、カール感もですね、しっかりとくるんくるんとなっているかなという感じです。ただですね、これですね、ブラシがめちゃくちゃ太いんですよね。塗るとき気をつけないと結構まぶたにもつきましたので、でも仕上がりはですね、結構綺麗に仕上がりましたので、コツさえ使えば大丈夫なのかなと思いました。では続いてヘアケアです。ルートンアルファエルゲンシャンプーです。こちら以前 YouTuber さんがコラボしてまして、すごい気になったので今回初めて購入してみました。こちら頭皮ケアシャンプーになっておりまして、女性の頭皮をサポートしてくれるような16種類の自然の抽出物が配合されています。抜け毛の改善をする予防の成分が入っていますので、しっかりと頭皮ケアしたいという方へのデイリーの予防のシャンプーになっているそうです。もう数回試したんですけど、香りがすごく良くてですね、もうハーブの本当に上品な香りで、少量で泡立ちもすごく良かったので、コスパの部分も結構いいのかなと思いました。続いてボディケアです。パティオンノスカナイントラブルボディウォッシュです。もうパティオンはですね、昨年ぐらいから急激にこう知名度を上げている注目のブランドかなと思うんですけれども、ニキビケアに特化したアイテムになっておりまして、こうアンプルが一番代表アイテムではあるんですけども、今回新しくボディシャンプーが出たので買ってみました。で、こちら BHA というですね、お肌に優しい角質成分が 0.5% とナイアシアミドが 1% 配合されていますので、こう角質をしっかりケアしたり、ニキビのケアをしながらニキビ跡までですね、こうできないようにサポートするようなボディウォッシュです。で、ファエの2023年下半期ベスト新製品部門で1位に選ばれた話題のボディシャンプーとなっています。で、実際に使ってみたんですけども、泡立ちも結構良かったですし、香りがですね、もうちょっと
と独特な、なんかこうすっきりしたガムみたいな感じの匂いっていうんですかね、全然嫌な感じではないです。さっぱりと洗えますので、これは全部使い切ってみたいなと思います。 UC モールホワイトニングパープルコレクターです。こちらもですね、インスタグラマーさんがコラボしているのを見て気になって購入してみたんですけれども、たった1回の使用で 2.9 倍のトーンアップ効果ということで、1回でそんな白くなることあるって思ってですね、ちょっと気になって買ってみたんですけれども、なんといっても味が本当に癖が強すぎてですね、びっくりしました。もう本当ですね、サロンパス口の中にぐーっていっぱい含んでガミ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 してるような感じです。そんぐらい本当湿布って感じなんです。24時間着色防止効果もあるそうですので、しょっちゅうコーヒー飲みますので、こういうの使わなきゃなとは思うんですけど、なんといっても味がですね、癖がありすぎてですね、もう結構口コミを見るとですね、だんだんと慣れていくと書いてあったんですけども、なかなか勇気がいるんですけれども、こう歯医者さんのホワイトニングはですね、やっぱり時間も費用もかかりますので、ちょっと湿布の香りしばらく我慢して試してみたいなと思っています。ではここまで目代わりやオリーブヤングでの購入品の大量レビューを紹介させていただきました。まだしっかりと試していないアイテムなどもたくさんありますので、しばらく使ってみて、またいいものは詳しく紹介していきたいと思います。目代わりが終わったばかりではあるんですけども、7月の上旬にスキン&ラブの新作の美容液を含む、本当に私の一押しを含んだセットをご用意しておりますので、ぜひまたそちらのお知らせも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。インスタや LINE 公式の方でも韓国の日常やお得情報、クーポン情報なども流しておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。